はい、お世話になっております。横浜市緑区の植木屋中島です。今回はですね、ツワブキの話になります。ツワブキはキク科ツワブキ属に属する常緑多年草で、冬に黄色い花を咲かせ、観賞用にお庭に植えられることも多いです。葉は食用になることで知られています。ちなみにツワブキの名前の由来は、ツヤ葉ブキ、つまりツヤのある葉を持ったフキからそう呼ばれたのではないかと言われています。はい、ツワブキの簡単な説明が終わったところで、ちょっと問題のツワブキ見ていきたいと思います。見ていただくと分かる通り、茶色い部分が結構見えるかなと思います。で、健康なツワブキというのはですね、これちょっと虫食べられちゃってますけど、緑です。でですね、こういうふうな、茶色い点々、こういうのがあるのが病気ですね。で、ひどくなってくると、こういうふうな茶色い部分が広がってって、なんか枯れ葉のようになってしまいます。で、結論から言います。これ病気です。もちろん生理現象によってね、枯れていくような状況はあるんですが、基本的にこういう茶色い点々ができてですね、どんどん葉の状態がおかしくなってくるのは、これ活斑病って言われる病気になります。で、この活斑病という病気なんですが、糸状菌というカビが原因で起きます。こういうような似たような現象に、汎用病って言って、同じように葉っぱに斑点のようなものができて、枯れ出すような病気があるんですが、それもこのツワブキに同じように、起きるもので、違いが非常に分かりづらいんですが、違いとしてはですね、ちょっとここの葉にはなさそうなんですけど、こういうその病気になった箇所の部分が、黄色だったり赤色っぽくなったりするので、それで、見極める術があるかと思います。ちなみになんですが、これなんか変な色だなと思って、これ病気かなと思ったりするかもしれないんですが、これはですね、軟毛って言われるようですね、毛なんですけど、この地上に出て間もない若い葉っぱというのはですね、ツワブキ全部こんな状態なので、別に病気とかそういう状況ではないので、もしこれ見かけても病気とかではないのでご安心ください。対処方法になります。対処方法、活斑病、汎用病、両方ともに同じです。で、要はですね、その葉っぱ、病気になってしまった葉っぱを、取り除きます。で、この時ですね、病気になってしまったこれ葉、枯れてしまった葉っぱなんですけど、こういうふうに根元から切っちゃってください。で、これ病気で、空気感染しますので、こういう葉っぱ必ずゴミ袋に入れるようにしてください。そこら辺に置いとくのはダメです。で、基本的にこうやって探していくと、どんどんその枯れた葉っぱというのが見つかります。こういうのが意外に、病気の形跡がある葉っぱなので、必ずこういうのも放置しないで、必ず回収するようにしてください。こういうふうに上だけむしってしまった葉っぱの場合、必ず下で切ってください。そうし、これを放置してもまた何か生えてくることはありません。なんで見栄えを考えると根元から切るのが正解です。
で、はい、主に病気になっていると思われる部分、結構細かく取り除いてみました。で、この次のステップはですね、全体的に、これに殺菌剤を撒いていきたいと思います。はい、対処方法に殺菌剤散布の話です。はい、殺菌剤についてよく質問をいただくことがあります。先ほどの、対処1、患部の切除を行わずにこの殺菌剤のみで対処することはできないのかということなんですが、正直それは難しいです。というのも、殺菌剤基本的に、まあ、殺菌剤のみにもかかわらずもいろんな薬剤あると思うんですが、基本的に植物は自分でその治癒をすることが難しいので、基本的に我々がまくこういう薬剤は予防の側面が強いです。そのためですね、基本的に撒いたからその箇所がもうすぐきれいに治るのかというのは正直それはありません。もちろんその治癒効果もある薬剤もあるんですが、その人間のように薬を与えたからもうきれいさっぱり治るということは正直ないと思います。そのため、対処1で行った患部を切除する といった、行為は、必要になりますので、事前に行うようにしてください。で、今回使う殺菌剤、自慢内腺水和剤というものを使います。で、こういうふうに殺菌剤散布するときは基本的にその 2,3 種類、ローテーションで使うようにしてください。というのもですね、同じ薬剤を使い続けるとですね、その菌も耐性を持ってしまって効かなくなってしまうんですね。そのため 2,3 種類ローテーションして菌に耐性をつけないようにするようにしてください。で、あとですね、薬剤散布をするとき、粘着剤というものがあるんですが、これを粘着剤入れて巻くようにするとさらに効果が上がります。粘着剤の詳しい説明は上にカードを置いておきますので、そこをクリックしてください。というわけで、実際に散布してみたいと思います。はい、薬剤を散布する前に、もし雑草が茂っていた場合、雑草茂っていると、結構病気を広げてしまう原因になりますので、もし茂っていましたら草をむしるようにしてください。そうすることによってですね、散布後も病気の広まりを抑えることにつながるかなと思います。殺菌剤を散布するときは葉の表面はもちろんのこと、葉の裏側、生えている根元、またその周辺の地面全体的に散布するようにしましょう。というわけで薬剤を散布しました。これでですね、様子を見てみたいと思います。現在3月の中旬なんですが、これからどんどん気温が上がります。ですので、そうすると病気もどんどん広がっていきますので、早めの対処がいいかなと思います。今回の動画は以上になります。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。